モーニントン・クレセント駅は、ロンドン西部、カムデン・ロンドン特別区カムデンタウンにある、ロンドン地下鉄ノーザン線の駅である。当駅は、ノーザン線チャリングクロス支線のユーストン駅とカムデン、タウン駅の間にあり、トラベルカードゾーン2に含まれる。駅名は駅近くの同盟の道の名前にちなんだもので、ある。当駅は1907年6月22日。 チャリングクロスユーストンハムステッド鉄道が開業した際に開設された。駅名は当初セイモアストリートと仮称されていた。長らく平日のみ列車が停車する駅で1966年以前はエッジウェア支線からの列車は当駅を通過していた。当駅はカムデンハイストリートの南端、ハムステッドロードとエバーショルトロードが交わる地点にあり、この交差点は サマーズタウンの北西の角にあたる。駅の北はカムデンタウン、南はリージェンツパークエステートである。ノーザン線が当駅の北隣のカムデンタウン駅で、チャリングクロス支線とバンク支線に分岐しているため、当駅の位置はやや特殊なものとなっている。当駅はチャリングクロス支線のカムデンタウンとユーストンの間に位置するがカムデンタウンで分岐する。 バンク支線は別ルートでユーストンに至るため、当駅を経由しない。ロンドン地下鉄路線図では当駅はバンク支線の西側にあるように描かれるが、両支線のトンネルはユーストン駅の手前で交差して東西が入れ替わるため、実際の駅はバンク支線のトンネルの東側にある。ハリー・ペックが1933年に作成したロンドン地下鉄の地図には、 実際のトンネルの形が表現されている。当駅は1992年10月23日より、開業以来使用されていたエレベーターの交換工事のため休止された。当初は1年以内に営業を再開する予定だったが、他の工事が優先されて、当駅が後回しにされた結果、1990年代後半までかかり、一時はそのまま駅が閉鎖されるのではとの噂も取り沙汰された。 BBC ラジオ4のパネルゲーム番組、I a m Sorry, I Have Unto A Crew で当駅の当時の状況を広めるために、名付けられた、モーニントン・クレセントというゲームが頻繁に放送されたことから、駅廃止の反対運動が起こり、1998年4月27日に、駅は再開された。再開日には、番組の出演者、ハンフレー・レーテルトン、バリー・クライアー、 ティム・ブルック・テイラー、クレアム・ガーデンが当駅を訪れ、2002年には長く番組のパネリストを務めたウィリー・ラシュトーンのブルー・プラークが当駅に設置された。改築工事にあたって開業時の青いタイルのホーム兵器は最新の規制に合致するよう監修されて改めて設置された。改札外は改築され、2機あったエレベーターはそれほどの輸送力は不要との判断で1機となり、 廃止された一機のスペースは階段に転用。従来の非常階段は閉鎖された。再開以降、当駅は隣のカムデンタウン駅の混雑を緩和する目的で、週末も含めて全列車が停車するようになっている。当駅は映画、文学などで、主に1990年代の長期閉鎖を絡めることで頻繁に扱われている。ロンドンバス24、27、 29、46、88、134、168、214、253、274、C2、深夜バス N5、N20、N28、N29、N31、N253,N279 が当駅を経由する。ありがとうございます。